話しにくいです。あの人は気難しくて話しにくいです。あの人は気難しくて話しにくいです。好，接下来我们看第七个例题。この靴は軽くて履きやすいです。この靴，这一双鞋子，軽くて，軽い的推形，軽くて，因为很轻。履きやすいです，所以呢，很好穿。这一双鞋子很轻，很好穿。请汉字小师念过一遍。この靴は軽くて履きやすいです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 。好，接下来请看第八个例题。あの人の日本語は早くて聞き取りにくいです。あの人那个人日本語日语早くて表示他的说话速度很快。聞き取りにくいです。那么我要听他所讲的话呢，不容易听得懂的意思。那个人的日文讲得太快了，听不大懂。请看自己老师念过一遍。あの人の日本語は早くて聞き取りにくいです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 。好、接下来请看第九个例题。女心は変わりやすいです。女心表示女人的这个心。変わりやすい就是很善变的。変わり就是变化。やすい容易。所以容易变化就是善变的意思。女人心是善变的。请和自己老师念过一遍。女心は変わりやすいです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 。接下来请看第十个例题。このバイクは壊れにくいです。このバイク、这一台机车。壊れにくい。壊れます是坏掉。壊れにくい表示不容易坏掉。这台机车很坚固耐用。请汉字小师念过一遍。このバイクは壊れにくいです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 。好，接下来我们看到的句型是这个 ek 用形形容词，那么把一去掉变成 ku， 再加上 します。那么 na k 用形形容动词，原本的 na 要变成 ni， 名词也是一样要加 ni， 然后再加します。那么这边就是把什么什么东西弄成怎么样，变成怎么样一个状态。那这边的します呢，指的是我们要去做的动作。如果是自然而然成为的话呢，我们用なります。那现在是我们要去把它弄成怎么样的状态，我们要用します。请看第一个例题。スニーカーの紐を短くします。スニーカー是这一个运动鞋、球鞋。紐就是它的鞋带。短くします。把原本的短的一变成了く、短く，再加上します，表示呢我要把这个鞋带呢弄得比较短一点，所以呢你要自己想办法去弄短，所以我们后面用します。把球鞋的鞋带绑短一点，请汉字教师念过一遍。スニーカーの紐を短くします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 。好、接下来我们看第二个例题。キッチンをきれいにします。キッチン是厨房。きれいにします。好、きれい是这一个なけ形容动词。形容动词要加に，然后才能加します。所以きれいにします是要把它弄得干净，把厨房打扫干净。请韩子小师念过一遍。キッチンをきれいにします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 。